香川県立高瀬高等学校は、香川県三豊吉高瀬町かかつ間に所在する公立の高等学校。2018年に創立70周年を迎えた。なお、2002年から2011年まで併設されていた、香川県立高瀬望が丘中学校についてもここで述べる。香川県の西部、三豊吉にある全日政府通科の県立高等学校。 1948年4月1日、地元住民からの指示もあり高瀬町に、本校、高間町と高瀬町朝に分校を設立。当時は、全日制、定時制ともに設置されていた。現在の敷地は、域神山と、国市池に囲まれた標高の高い場所に位置している。その丘は、のぞみが丘と名付けられ、後の高瀬のぞみが丘中学校。 のぞみが、岡祭りの由来となっている。1949年5月6日、開校式が挙行される。2002年4月1日に、香川県内2校目の併設型中高一貫校として、香川県立、高瀬のぞみが岡中学校を併設するも、入学者数に伸び悩み、2009年より、募集停止を決定。2011年3月16日、9年間の、 歴史に幕を下ろした。2003年より普通科内を、文系、理系のコース制となった。2012年より普通科内にスポーツコースを設けられ、全3コース制となる。また、文系、理系を横断したより高い志望を持つ総合クラスが1年時より、設けられている。2002年から、香川県立、高瀬のぞみが丘中学校を併設し、中高一貫教育を開始したが、 地元の三豊市、観音寺市からの中学校への入学志願者数が予想以上に伸びず、2006年度以降は定員割れに陥った。今後も回復が見込めないとして、香川県は生徒募集を2009年より停止し、高瀬のぞみが丘中学校は2011年3月に廃校となり、9年でその歴史に幕を下ろした。これは、1999年に、 中高一貫教育が制度化されて以降、公立の併設型中高一貫校が並行した全国最初の例となる。ありがとうございます。